こんにちは、Gです。今回は Android OS のお話。正確にはレネージという Android 互換 OS ですね。軽い OS ならラズパイでも快適かなと思って試してみました。画面のサイトでデバイスメニューからラズベリーパイ4を選びます。ROM には複数のバージョンがありますが、レニエージ OS 18.1 を選びます。最新版を使わないのは後からインストールするプレイストアの都合です。画面のサイトに移動しますが、必要な情報もこのサイトに書かれています。なお、この OS は ARM 64bit 版になります。いつものようにエッチャーで SD に焼きます。今回は 32GB の SD で試しました。16GB でも大丈夫ですけど余裕がない。終わったら SD をラズパイに挿して起動。初期設定は単純、簡単です。ランゲージは日本語が下の方なので、矢印キー操作なので遅いです。日付はデフォルトがなぜかミッドウェイ島なので、日本に設定し直します。タブレットの保護ではパスワードやピンの設定するんですが、パスワードが見えちゃうんでスキップしています。パスワードが正常に動作することは確認済みです。起動画面はこんな感じ。矢印キーでページの横スクロールができます。この後、プレイストアをインストールするので準備をしておきます。設定でシステムを選びます。詳細設定を選んでジェスチャーをクリック。電源ボタンメニューを選び、高度な再起動をオンにします。以上で準備 OK です。では、プレイストアのインストールです。はじめにインストーラーを入手します。ブラウザーを起動して、OpenG Apps で検索します。このブラウザー、URL が打てないので、検索結果からオープンアッププロジェクトを開きます。ARM64、Android11、Pico を選択して赤いダウンロードボタンをクリック。画面のようにダウンロードを開始します。画面右上のアイコン部分をクリックするとダウンロードの様子がモニターできます。ホーム画面に戻ったら F5 キーを長押しします。画面上部に電源を切るなどのボタンが表示されます。再起動をクリックしてリカバリーをクリック。これで TWRP リカバリーモードで再起動されます。TWRP はファームウェアのインストール、バックアップなどを行うオープンソースです。リカバリーモードの画面が表示されたら、インストールをクリック。左のフォルダーズのダウンロードをクリックで、ダウンロード済みの OpenG Apps ファイルが表示されます。このファイルを選ぶと、インストール画面になります。リブートアフターインストレーションコンプリートをチェックして、右下のスライダーを右方向にドラッグします。これでプレイストアのインストールが始まり、終われば再起動されます。起動したら画面下のホームボタンのあるタスクバー部分を上にドラッグします。プレイストアがちゃんとインストールされてますね。早速プレイストアを試してみましょう。
まずは Gmail アカウントでログインします。こんな感じでフルに機能が使えそうです。ところで、映画のこの根付けの違いは何なんだろう？YouTube をダウンロードしてみます。設定を開いてストレージを見ると、8GB でフォーマットされてますね。32GB 全部使えるように直さないといけない。TWRP で拡張する方法もあるんですが、手間がかかるんで GParted 使った方が早いと思います。ここではマンジャロで GParted を使います。GParted はラズパイで利用可能なほとんどの OS で利用できます。GParted を起動したらデバイスを Lineage OS の SD に切り替えます。ほら、見割り当てがほとんどですね。ユーザーデータを選んで右クリックでリサイズ移動を選択。数字の手打ちもできますが、スライダーを動かして最大幅まで広げます。適用アイコンをクリックして、出来上がり。見割り当てがなくなって、ユーザーデータが 26.49GB に拡大しています。ところで、Lineage OS は日本語表示されるけど、入力はできない。設定を見ても、それらしい機能はない。キーボード配列もおかしくて、変更するにも日本語はリストにない。ブラウザーの動作を確認します。URL が打てないのは前述の通り。動画再生ではフル HD ではなく 720p 以下の設定になります。かなり残念。それならと、プレイストアで他のブラウザーも試してみました。最初は Chrome。全く動きません。Firefox は動作するんですが、モバイル端末と認識されるみたい。ユーザーエージェントを直せばいいんですが、面倒なのでパス。Brave も試しましたが、動作しない。Chrome Beta というのがあったので、インストールしてみました。
これはちゃんと動くようですが、YouTube はモバイル端末と認識されるようです。最後にパフィンを入れてみました。おー、ちゃんと動くみたい。ただ YouTube では画質が 720p までに制限されているのとあまり速くない。レニエージ OS の基本操作を一覧にしてみました。これらも画面のダウンロードサイトに詳しく書いてあるんですけどね。このサイトにはデベロッパーモードの解説、SSH や USB ブートなどの解説もあります。お約束じゃないですが、いつものオーバークロックはどうなんだ？やりましょう。設定でシステムをクリック。詳細設定を選んで、下端のラズベリーパイセッティングスをクリック。マキシマム CPU フリーケンシーをクリックして、任意の速度をクリックします。再起動後からオーバークロックになります。ブラウザーで確認すると、Chrome Beta は設定変更でフル HD 再生できますが、他のブラウザーでは 720p の制限があるんで、高速化の意味なかった。まとめです。導入はすごく簡単でした。Android OS 最新版は昨年10月にリリースされた12。今回試したのは11。Play Store が使えるので Android OS はラズパイでもありかなと思いました。でもやってみるとすべてのアプリが動作するわけじゃないので利便性は微妙。問題は日本語入力できないことですね。検索もできないんじゃ常用は無理。キーボードのキーマップも修正できない。ハードウェアアクセラレーションが無効なのでブラウザを問わずフル HD 再生は厳しい。もう少し関連情報も欲しいですね。例えばターミナルもインストールできるんですが、周辺情報がないので試す気にならない。ご覧いただきありがとうございました。3回目のコロナワクチンを予約しました。かかりつけ医に電話予約したんですが、担当の女性が3回目はモデルナになるんですが、よろしいですか？いやいや、私に選択権ないから構わないと言うと、申し訳なさそうに、本当にごめんなさい。なんか悪い予感がするのは気のせいかな。ではまた次回。